ガンメルスタードの境界外は、スウェーデンのボスニア湾北端に位置する都市、ルレオ近郊にあるユネスコ世界遺産登録物件である。この街区は、かつてスカンディナビア半島北部では至るところに見られた街の様式をそのまま残している、優れた霊章である。ガンメルスタードは、ルーレ川の川口から約 10km 上流にある。街の中心には15世紀に建造された石像の、 境界道があり、取り囲むように424件の木造家屋が並んでいる。シュルクスタードと呼ばれるこれらの家屋は、日曜日や宗教上の祭事にのみ用いられた。昔の北スカンディナビアでは、教区が広大なのはよくあることで、移動手段も限られていたことから、遠隔地からの礼拝者は1日で行き来することができなかった。そのため、 教会周辺には礼拝者のための宿泊施設が整えられたのである。17世紀になると近郊に新しい街が作られ、住民の一部はそちらへ移った。これが現在のルレオの中心市街である。しばしば、ガンメルスタードがルレオの旧市街と位置づけられるのはそのためである。しかし、その後もなおもガンメルスタードは地域の人々にとって一定の重要さを保ち続けた。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。